ポケモン色違い絵日記。4月2日日曜日、カブトプスを交換してもらう約束をしていた友達と遊んで交換をしました。僕は闇恨みをあげました。関東地方はあとケンタロスとガルーラ。4月8日土曜日、近所を歩いていたら卵から色違いのウソハチが帰りました。以前苦労して手に入れた色違いが最近になって突然また手に入ることがあります。仕方ないけど少し微妙な気持ちです。4月10日月曜日、バイオレットで珍しくゴチルゼルの大量発生があったので行きました。舐めてたら意外と分かりづらくて、もしかしたら見逃してたかもしれません。でもゲットできてよかったです。4月11日火曜日、シェルダーのスポットライトアワーに合わせて歩いていたら色違いが出ました。なんとなく出る気がしていたのでよかったです。色が濃厚カニクリームみたいで好きです。4月15日土曜日、トゲチックのコミュニティデーだったけど持っているのであまり興味がありませんでした。ちょっとだけ開いたら2体目で光って満足しました。4月19日水曜日、2日前から始まったカプブルルのレイドのレイドアワーが今日でした。そしたらすぐ光って合計でも14体目だったので嬉しかったです。あと電車の中で大量発生の腕っぽうが光りました。赤くて美味しそうです。4月21日金曜日、ここ数日アルクジラの大量発生狙いで雪山で待機していたら今日ついに出たのでサンドイッチを食べて2体色違いを出しました。1体は進化させました。アルクジラがとても可愛いです。4月23日日曜日、今日はリサーチの報酬から色違いのマンキュが出やすい日。1時間半息子をベビーカーに乗せて歩いて、普通のマッキョ4匹、ガラルマッキョ1匹とラッキーなことにモンメンも1匹光りました。よかったです。4月25日火曜日、お昼にバイオレットでパルデアウパーの大量発生に行ったらすぐ光りました。今まで同様で苦戦したから見逃したかと不安だったけど見逃さなそうな色でした。夜はスカーレットの大量発生でミニーブを粘りました。3匹捕まえたかったけど眠さと残り時間で絶望的だったけど執念で3匹奇跡的に出せてよかったです。4月26日水曜日、なんとなく持ってない色違い出ないかなとレジェンズアルセウスをやったら翡翠ニューラが光りました。持ってたやつはオーニューラに進化させちゃってたので嬉しいです。4月27日木曜日、ツイッターの友達のマイマンちゃんが色違いのカヌちゃんを交換してくれる約束をしてくれたので、代わりに中国語 EV とラブラブボールを用意しました。たまたまメスだったので少しはお返しになったかな。4月28日金曜日、バンバドロの大量発生に行ったらみんな大きくて怖かったです。でも色違いが出てよかったです。でもできればドロバンコならもっと嬉しかったです。4月29日土曜日、今日はスカーレットバイオレットを頑張りました。珍しい大量発生が3つも出て、ルチャブルとルガルガン真昼の姿をゲットしました。あと妻にイワンコをもらって真夜中ルガルガンにしました。この3体は証し持ちです。あと自然遭遇でパルデアウパーとポケモン GO のコミュニティデーでウリムーを出しました。はい、それではお時間になりましたので2022年度色違い収集状況報告を始めさせていただきたいと思います。お手元に資料ありますでしょうか。はい、それでは早速なんですが、私今井ボットの紹介をさせてください。年齢は20代後半、性別はオスです。昨年の夏に息子が誕生しました。趣味は色違いポケモン集め、それとイラストを描くことや音楽を聴くこと、最近は少し勉強をして曲作りにも手を出しかけています。そして YouTube チャンネル、
今お伝えしたような趣味の動画をマイペースに投稿しておりまして、チャンネル登録者数はなんと驚異の151人という数を叩き出しております。最近は特に色違いポケモン集めの動画が多く、過去に捕まえた、あるいは捕まえ損ねたような色違いを紹介する動画なんかも投稿しました。半年前にはポケモン色違い絵日記というシリーズを始めたり、ツイッターのアカウントを開設したりもしています。それでは続いてポケモンの地方別収集状況についてご報告いたします。グラフの見方としましては、棒グラフの上にある数字ですね、こちらが、その地方で初めて発見された、つまり追加されたポケモンの種類数となります。例えば最初の赤緑関東地方では151種類のポケモンが登場しました。次の金銀では100種類が追加されましたといったような数字です。そして棒グラフですが、濃い緑がその中ですでに持っている色違い、薄い緑がまだ持っていない色違いです。ちなみに持っているというのは単に図鑑に登録されているだけではなく、所持しているということです。つまり不思議だね、不思議そう、不思議花と、進化前も含めてボックスに並べています。そして灰色の折れ線グラフは各地方の色違いコンプリート率を表しています。ここではコンプリートと省略した名称を使わせていただきます。ご覧いただければ分かる通り、新大地方、つまり493番のアルセウスまでは高いコンプリートを叩き出していますが、一種地方より先は薄い緑色が目立つようになっています。実際の数字でも見てみましょう。先ほどのグラフでお気づきの方もいらっしゃったかもしれませんが、上都地方のコンプリートが 100% に到達しました。今年3月のカポエラを最後に100種類の色違いを集めきることができました。そして右の残りという列をご覧いただくと分かる通り、関東地方が3種類、方園地方は7種類、新大地方は3種類を残すところとなっております。一方一種地方より先は残りは多く、一種地方は残り74種類、もともと一種地方のポケモンの種類数は最も多いことで知られていますので、その部分もあるかと思いますが、コンプ率は低水準となっております。続いて2022年度の報告をいたします。先ほどまでご覧いただいたかと思いますが、9月から色違い絵日記というシリーズを始めまして、その前の8月期以前について主なトピックをご紹介いたします。まずはワンパチ、最も好きなポケモンがこちらのワンパチなんですが、下にも出ている東海オンエアさんの1024分の1と2分の1を10回連続ってどっちが確率高いのという動画のポケモンバージョンといいますか、ポケモンで同じような検証をやってみるというパクリ動画を出しまして、その時に手に入れたワンパチの色違いがこちらです。そして2つ目、ソードシールドで追加された4種類の化石ポケモンの色違いを手に入れました。次に下に小さく出ていますが、腹ペコの2つ名を持つ、ちょっと出ませんね。失礼しました。真ん中の腹ペコのペッコリスと書かれた部分ですね。腹ペコの2つ名を持つ色違いのホシガリスを手に入れました。今でこそスカーレット・バイオレットでは比較的証持ちの色違いを手に入れるのは簡単になっていますが、当時はハードルが高く1万ポイントが高いポケモンです。最後に右下に出ているようにシャイニングパールで色違いのシェイミを4000回超えの粘りで手に入れることができました。はい、続いて9月以降は絵日記を書くにあたって手にした色違いのポケモンの数や種類を細かく記録しておりましたので、こちらのデータをご覧ください。濃い青の棒グラフが今まで持っていなかった新規の色違い、薄い青色は今までにすでに持っていた色違い、上に小さく出ている数字はその2つの合計数です。黄色の折れ線グラフは新規色違いの割合を表しています。それぞれの月において同様に2つ程度のトピックを紹介いたします。まず9月は新規20、起初時19、合計39匹です。
9月は主にソードシールドのダイマックスアドベンチャーを続け、その中でユクシー、アグノム、エムリットを一気に揃えることができました。またポケモン GO でダンゴロのコミュニティデーがありましたので、そちらも数が増える要因になりました。10月は新規19に対して起床時が35、合計54匹です。新規率は 35% にまで下降しています。引き続きソードシールドのダイマックスアドベンチャーでルナーアラを手に入れることができました。またレジェンズアルセウスの図鑑完成度を進めたことにより色違いの遭遇数がわずかに上昇しましたが、新規率を下げる要因にもなりました。そしてウルトラムーンを始めからにしてストーリーを進め始めた月でもありました。続いて11月は新規17、起床時19、合計36匹で、この月は私にとって待望のヒメグマのコミュニティデーがありました。そして前の月に始めたウルトラムーンで光るお守りを手に入れましたので、仲間呼び連鎖の色粘りが開始できたこと、また月末ではありますがスカーレット・バイオレットが発売されたことがありました。そして12月は新規51、起床時7、合計58匹で、新規率は最高の 87.9% となりました。この月はこれら58匹すべてスカーレット・バイオレットで手に入れたというのが特徴です。スカーレット・バイオレットの登場により捕獲数だけでなく新規率、当然新しいポケモンであったり色違いの入手が楽になったポケモンがたくさんいますので、捕獲数、新規率が大幅に上昇しました。新規数は前月の約3倍にまで上がっております。続いて1月は新規33、起床時33で合計66匹です。同数でしたので新規率は 50% です。引き続きスカーレット・バイオレットで色違いポケモンを手に入れられたことや、ポケモン GO でカプコケコ、ハリマロン系統を手に入れたことがトピックとして挙げられます。ハリマロンのコミュニティデーの調子の良さから捕獲数が押し上げられ、逆に新規率が抑えられたことが特徴です。しかし新規率が 50% でも捕獲数、新規の捕獲数で見ると12月に次いで2番目に多く、合計は一番多い月となっております。続いて2月は新規19、起床時17、合計36匹です。スカーレット・バイオレットにおいては大量発生のメンツがだいたいすでに色違いを手に入れたポケモンがほとんどになってきたために落ち着きを見せてはいますが、ウルトラムーンだったりポケモン GO の活性化により新規率は落とさずに集められました。具体的にはタイプヌルやツンデツンデ、カプテテフなど地道な努力で手に入れられるポケモンが多かった印象です。最後3月は新規12、起床時14、合計26匹で、新規率は 46.2% です。3月には6ヶ月の育児休業が終わり仕事の再開がありましたので自由時間が大きく減少しました。その中でもシャイニングパールでバルキー系統、ソードでソルガレオを手に入れるなど目的意識を持って取り組めたものもありましたが、結果としては捕獲数が過去最低ということになりました。それでは2023年度以降今後の展望についてお話しいたします。画面には先ほどお話しいたしました各地方の進捗状況を出しておりますが、こちらをもとに2023年度の目標を発表いたします。まず関東、上都、方園地方の残りの種類数をご覧ください。307と残り10種類のところまで来ています。まずこちらをコンプリートします。これが一つ目の目標であります。すでにご覧いただいた4月期の絵日記の最初でご紹介した通り、カブトプスの入手により関東地方の残りの種類数1減少していますので残り9種類となりました。ここに新大地方が入っていないのはなぜかというご質問があるかと思いますが、残りの新大地方3というのが中身がフィオネ、マナフィー、アルセウスでありまして、アルセウスはシャイニングパールで固定リセット、フィオネは国際孵化などで入手は可能なんですが、マナフィーの色違いを手に入れるというのは、正直ちょっと
今のところ非現実的でポケモン GO の実装が待たれるところかなと思いますので、今回は2023年度の目標としては除いております。次にこちらをご覧ください。アローラ地方とガラル地方におけるコンプリーツが他が 50% 以上になっているのに対して 50% 以下となっております。ですのでこの2つの数字を 50% 以上に引き上げます。ガラル地方についてはすでに 49.4% まで来ていますので、残り1種類でも手に入れられば 50% 達成できます。アローラ地方の 50% 達成は仲間呼び連鎖やウルトラビースト、このウルトラビーストというのはアローラ地方の新しいポケモン88種類のうち16種類を占めていますので、コンプ率を上げるためには非常に重要な要素となっております。ということで、今後は意識的に未所持ポケモンを狙う、ポケモンごとに適した色粘り方法を選択するという作業をしていきまして、2023年度中に今申し上げた2つの目標を達成するべくやっていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。